ダイモと付属品。右が本体、中央の円形の物体が文字盤で容易に交換できる。左下が刻印用のプラスチックテープでシール状となっている。ダイモはアメリカのニューウェルラバーメイド社傘下のダイモ社が製造、販売するラベルメーカーである。1958年に販売開始。百五十七年にカルフォルニア州のバークレーでダイモ社が エンボスラベルマシンメーカーとして誕生。翌1958年に世界初のエンボスラベルメーカーとして市場に紹介する。ダイヤル式の文字盤を合わせてレバーを握ることでプラスチックテープの両面から文字が片押しされて圧で白い文字を創出した。文字盤は交換ができ、大文字、小文字、記号や販売国独自の文字にも 文字盤を交換することで対応ができた。またそのプラスチックテープの裏面に粘着性を持たせ、耐久性のあるシールとして貼れるというアイデアが人気を得て、欧米各地で市場を広げた。1964年には、ベルギーのセントニクスに工場を設立。当初は、エンボステープが1万個、日程度の生産量だったが、数年後には、 世界100以上の国と地域で販売されるようになる。1978年には、スウェーデンのエセルテ社と合併し、販売網を世界中に広げ、エンボステープも18万個、日もの生産規模となる。1998年には、ダイモ本社がアメリカのスタンフォードに移転。2005年末に、ニューウェルラバーメイド社の参加に入る。昭和30年代半ばより、 百貨店、文具店等で取り扱いが始まる。その耐久性から幼稚園学堂の持ち物に貼る。需要も高く、ひらがな、カタカナの文字盤も早い時期に用意されていた。1990年頃にエセルテが日本から撤退したのと入れ替わりに、テプラやネームランドなど日本製のラベルプリンターが台頭し、一時は品薄状態となったが、台も 独特のレトロな風合いから根強い人気があり、最近では雑貨店やインターネット通販等での取り扱いやファンの作成したブログ等で静かなブームが続いている。ありがとうございます。